ガジガッチ。こんにちは、リンクマンです。ゆずきひろみです。はい、今日は、うん、あらどうもスタジオにお二人が来てくれましたので、はい、はい、IT ジャーナリストの富永彩乃ちゃんと山根博士です。よろしくお願いします。こっちのスタジオでは初のゲスト、ね、そうね、まだ出来上がってないんで、殺風景で大変申し訳ないんですが、いや、スタジオに従いまして、もう何もないですけど、来たか、これに出るのがもうね、我々の2022年の目標だった。もう終わっちゃってるよ。ね、なんでそんなにガジェタッチ持ち上げてるんですか。いやいや、前から。このために日本に帰ってきたで、ね、結構長く、結構長くいますね。オーディション長かったのかなみたいな。博士はいつ帰るんだっていうのはもう業界の話題ですよ。これなかったらもうとっくに帰った。まあ、今日はせっかく来てくれたので、はい、まあ、2人は例えばモバイルワールドコングレスとか、うん、CS とかね、ガジェタッチで出てもらってるじゃないですか、うん、出てもらってます。でそもそもこの2人のね、じゃあ素性をねこの2人が何者なんだとそう確かに、まあ、なんかずっとさも当たり前のように我々の番組出ていただいてます、出ていただいてますけれども、うん、ちょっとこう普段の活動とか、はい、あとまあ今2人でほら、いや、もちろんさ、ご覧いただいてる方にはね、みんな知ってると思いますけど、改めてちょっと聞いていこうかな。普段の活動ね、はい、2人で、何してるかなって感じで、まあ博士ほら香港在住、携帯研究家っていう、そうですね、一応香港在住ですね。あの携帯研究家っていう名前を使うようになったのはいつなんですか。携帯電話研究家は、うん、もう何十年も前ですよ。それを教えてほしい。年号で教えてほしい。まあ、だから、まあ、そもそもが98年に香港に転勤。ほうほうほう。でノキアにハマる。ノキアにハマる、うん。でもその頃って、うん、ジャーナリストの仕事をしてた。ブロガーです。わけじゃなくて、ブロガーとして伝説の香港 GSM 携帯図鑑だったかな。なんかその自分で忘れちゃったじゃないですか。皆さん、まさかの自分で忘れちゃったを始めて、でそれまで日本にいた時は、いわゆる PDA とか、あのミニコンピューターね、リブレットとか、はいはい、ザウルスとか。で香港行く時にラピューターをはめて、知ってる？僕知らないです。ラピュータ分かりますよ。はい、リコ、うん、かな？かな？リコ？うん、まあいわゆるスマートウォッチの先駆け、ね、それにアパートの暗証番号入れたりとか、大したことできなかったんですよ。だからそういう小物は好きだったんですよね。で香港行って好きになって、ブロガーになって、ブロガーって言葉ないからね、別にお金稼いでなかったから。ブログを書く人で、ブログ書く人で、ちょっとなんだっけ、モバイプレスっていう機関誌にちょこっとかマニアックな話書くようになって、うん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 、で日本に帰ろうかって話の時に、帰りたくないからやめちゃおうって言って、やめて帰りたくないからやめちゃおう、帰りたくないからやめちゃおうっていう、え、仕事を、え、仕事をね、あ、それはじゃあ仕事で、その時は何の仕事をしてたんですか。貿易をやってて、はい、で香港から日本に戻される感じになったから、じゃあもうやめちゃおう、そうそうそう、まあ、やめて、話すと長いけど、とにかくもう携帯電話大好きになったし、うん、香港人みんな自由に仕事やってるし、うんうんうん、なんかいけんじゃねっていうね。ああ、もうじゃあフリーランスになろうって、その時に、うん、でまああちこち行ってしまってますけど、駐在の4年間で1000万円貯まったわけですよ。だってさ、酒飲まねえしさ酒飲まねえし、めんどくさいじゃん、そんななんか韓国スナック取り行くの、でも98年から4年ってことは、うん、結構そのほらミレニアムブームのさ、なんかこう前後ですごいいろんな国がこう湧き上がってた。博士、その時いくつぐらいなんですか。2、3、え、ちょっと待って、64年生まれだから、64年生まれだから35歳ぐらいか。そんなもんか。わー、35歳ぐらいで、僕もそんな時期があったんだで独立、独立というかね、もうじゃあブロガーとしてやってこう。ブロガーっていうか、なんか記事、機関誌しか書いてないのに、うん、なんかこれで食ってけんじゃないって勘違いしてしまって、まあ、勘違いじゃないですけどね、うん、でもそれで結局ね今に至るわけ、まあ、書くのはすごい好きだったっていうのもあるから、それでいろいろ直接あって、まあざっくり話すと、全然仕事はありません。はい、でも、うん、ボーダフォンが日本に入ってくれたおかげで、うん、急に海外端末が入ってきて、
誰も書けないのに自分だけ書けたってところから突然のブルーオーシャンだったんですね。ところがそのボーダフォンが入ってくる直前まででもう1000万円がねいくらだったかな、30万円ぐらいまで、だいぶ使った、だいぶ使った、もうギリ。それは香港の物価が高いからとかそういうことですか。いややっぱりあの駐在員の感覚で、ああ指使っちゃってて普通に使ってて、まあ、奥さんもいて共稼ぎで、まあ、奥さんは宝石屋さんのマネージャーでそこそこいい給料だったけど、まあ、2人ですごいね贅沢して、贅沢っていうか普通に暮らしてたら、まあ、自分たちの感覚では普通の、ね、なんかお金増えないなそれね使ってるばっかですもんね、指のように使ってるからね。そうそうそう、あそうなんだ、まあ、たまたまそれで会社辞めた後に日本に、40日おきぐらいですかね、失業保険もらいに行ってて、その時に、まあいろんな方と知り合って、でまあ仕事にすぐなんなかったけど、その後、まあ、あの時の山田さんですねみたいに、いわゆる日本の出版社の人とか、まあ、メディアの人、メディアの人たちとつながった。でもこれも話しちゃってるけども駐在員だったので、普通に会社自己退職で辞めたら失業保険って半分ぐらい、はいはい、でも僕の場合は家賃とか会社の出した保険代とか全部自分の収入になっちゃってるから、形上はだから月収百何十万円で辞めたことになってるわけ。ああすごい、そういう意味では、だから失業保険半年出たけど日本に帰っても全然大丈夫だ、食べていけますね十分ね。でずるいっていう人いるけど、これはしょうがないでしょ、会社がそうしてんだから。まあまあまあ、まあ、別にハンプが悪いことしない、もともと駐在さんとしてそこでほら、ね、働けてないとその収入がなかったんだから、ね、そもそもじゃあ行ってくれって感じで、そうね、できんのかっていう話ですからね。そこから始まって、だから元悪夢とにかくあの携帯小物好きなマニアから始まって、それから地道にノキアだサムソンだフアウェイだっていう、たまたま海外でメジャーなものを追いかけてたけど日本でメジャーじゃなかったからブレイクしたわけです。それって日本で例えば連載を持つようになった最初の媒体とかって、うんうん、IP メディア、おラスキーは遅かったんですよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、ほとんど IP メディア書いてて、最初のうちはね、うんうんうん、でもなかなか食えなかったけど、まあ本当にうまいこと言ったというね。じゃあもう紙より最初からウェブって感じですか。紙ないです。あ、そうなんだ。あ、だから最初はモバイルプレス紙だけど、全然それだけぐらいかなって、ね、まあ業界のねジャンル的にもそういえばそうな感じがするね。で結局そのライターのやり方も知らないし、で香港にいて、その頃はノキアがしょっちゅうシンガポールでイベントやってて、どうしても行きたいって言うんで日本のノキアにインビテーションでくださいって言って自分で飛びますっていうスタイルを今でも貫いてるわけですよ。呼んでくれとか呼ばれるなんて思わないから、行っていいんですか、ただで行けるんですか何こんないいホテル泊まれんのみたいな。あ、まあぶっちゃけ変な話、しばらく、まあ、フリーで日本でも書くようになった頃に、まあ、シンガポールでいいホテルだからうちの奥さん呼んでね泊まればって言って、別にだってそれをまあまあね、部屋の料金だしね、そうそうそう、部屋の料金だから、ってことやったりとかして、いいですね。でまあダムはそうやってもう裏道を歩いてた感じだけど、世界では別に王道で、まあまあそういう人はノキア書いてますって、へえって、だからって日本だけですね、確かね、そう言われてみればね。だからある意味iPhone ずっと追いかけてた人だった、はい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 、だからなんか珍しいんですかっていうところが、そう言われてみると僕は自分の母国では、ね、何 iPhone とかなんだっけっていう状況だったから、たまたまそういうことよ、そういうこと。なるほどね。綾野さんは、私ですか、どこからどこから話しますか、どこから話しますか。私はどこから話しますか。博士との出会いから、いや、もうちょっと前からしますか。もうちょっと前からじゃない、少しだけ、少しだけ、もうちょっと前から、配信、要は配信始めたきっかけですか、とか、そういう、まあ、いわゆるメディアというか、そういうのに、まあ、ユーストトゥデイを、まあ、私、まあ、ユーストリーメンジェルスもそうだけど、の綾野ちゃんいや、この前として空野ちゃんに会ったんですよ。そう覚えてる、皆さん覚えてますかね。僕はね、お会いしたことないですけど、もちろん見てて知ってる。私が配信始めたきっかけが、ヤフーニュースに載ってた、三上洋が書いた空野ちゃんの記事だったんですよ。日経の記事だったから、それで OL さんで女性で、
同年代かな、まあちょっと一年下なんだけど、うん、そういった女性が会社でなんか24時間ダダ漏れ配信してるみたいなのを見て、あ、なんかユーストリームっていうのがあるんだみたいなので、うん、アクセスして、まだその時プラットフォーム英語だったんですよ。でもその後ソフトバンクが、うん、そうだね、そうだね、買って日本語化するってなった時すごいなんか盛り上がってて、うん、で私は配信見てて面白くて、じゃあ自分もやってみようみたいな感じで始めて、何年ぐらいですか？2010年ぐらい、私が最初にやったのは2010年か、ちょそのちょっと前ぐらい。それはそのユーストリームのあれで知り合ったの？私はね、すごい元をたどれば多分デジタルステージさんが向谷さんの配信に行った時、うん、まあ、元炎上系だ。元炎上系だ。そんなことない。2010年ぐらい。そう。2009年で配信。そうそうそう、配信のはいわゆる。それは元をたどれば KNN 神田さんが、あやのちゃん行ってきなって、僕アポ、私はアポ取ってもらってると思ったんですよ。ああ、話通してあるから、あやのちゃん迎えなよって言われて、デジタルステージ。にあのだっけ、ま、もともとマイクロソフトのフルとか向谷さんとか、うん、そう向谷さんとかいて、あサムさんがいるところになんかノンアポで行って、お前 何しに来てんだよみたいな感じになっちゃったんだけど、私としては近藤さんが行けてきたんだよ、だからあれ話通ってないの、そう話し通ってないのっていう、そうそう、なんか突撃系迷惑系ユーストリーマーみたいになっちゃったいやでもあの頃ってユーストリーマーやるって言ってもモバイルとかでも配信できる環境でもほとんどなかった、なくて、まあまあまあね、そうだね、もうカクカクな感じだったし、パソコン持ってそう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 、ポケット Wi-Fi みたいな、そうだった、そうだった、でとか、あとセレボカム、こういうの Wi-Fi つなげてリアルをやってたりとかして、でその後私がパーティーをロバート・アリさんとやってるパーティーに、うん、てんちゃんとかと来てくれたりとか、でその時インタビューしたりとか、もうそこからだから、だから2008年9年ぐらいからじゃない、もう長いユーストリーマー、まあユーストリーマーだよね、そうユーストリーマー、確かに俺もそのイメージ、そうユーストリーマーっていう、そうだから生配信、今でもライブ配信、ね、ライブ配信、まあ、配信の人突撃系に近いのは、そうえそうそうですか、なんか突撃っていうか、アポなしでも行こうかっていう精神が、まあね、コミュニケーションならどうにかなると思う、コミュニケーション能力がね高いからね、コミュ力の塊だから行けるは行けるけど、でその後まあ CS 一緒行ったりとかが、あ、まあまあ、そこからメディアに、あ、メディアっていう感じではその CS がきっかけっていうの、そうですね、なんかみんな CS 行ってていいなと思って、うん、CS 行ってみたいなみたいな、突撃系でほら、あやのちゃんはさ、そのやっぱり留学してた経験経験があるから全然喋れるし、ベラベラだもん、ね、全然そうそういけるから、うん、ハートですよ、ハート、言葉じゃないの、ハート、ベラベラの人が言うとね、死になるんですよ、喋れんじゃんって思っちゃったけど、でも私全然喋れなくて、行ったんですよ、突然行ったんだよね、そのメディアの意識は基本的にはそれまではなかった、全然ただの、はい、ストリーマー、でもただのストリーマーってものすごいものすごい珍しい存在だったからね、まあでもあれでしょ、 CS 行ったのってあの時でしょ、ゆずきさんと一緒に行ったのが初めて、倒れたのその時か、その年ちょっと前から日本でほらサンフランシスコで倒れた、ヤンガゼットでちょっと、まあ、そうなんか、あ、でもそのユーストというで、まあちょっとたどると、2010年からユーストという、今年5月3日には、うん、12周年なんですけど、ありがとうございます。おー、すごいな、ね、すごい。出ていただいて、準レギュラーでありがとうございます。ユーストでは始まったきっかけは、三上洋がね、私をインタビューしてくれたんですよ。うん、あ、そこが最初だったの？そう、私、なんかその時初代で、スタジオやりませんかみたいな言われて、なんか初代ユーストリームスタジオ、なんかその時いろんなところにユーストリームスタジオが立ち上がった時で、スタジオ立ち上がったよね、まあ、すぐ揉めたやめたんですけど、ただ初代スタジオっていうのができたっていうので、三上洋氏がインタビューにしたんですよ、うん、で三上さん的には、まあ、野田さんとその時一緒にもやってて、そこを借りたいっていう、そこを借りて、なんかレギュラー番組をやりたいっていう、あれが、下心があって、あってたんだけど、ちょっとあって、どうぞ使ってくださいって、そのインタビューの時言ったんだけど、はいはい、
その次の週には三上さん私もう あそこ出たんだからあそこもうないですその1週間で揉めたんだでその後ユーストリームアジアユーストリームアジアがアジア、ねあそうね、作ったユーストリームスタジオっていうのが渋谷のねソフトバンクの上にあってそこにあの最初に行かないって言われてそうそうそう、うん、あまだそうなってる、うん、なんかそこに行かないって言って行く行くって言って行ったら行ってでなんか初代のスタジオどうなったのってもうあそこなくなりましたねみたいな感じでうん、うん、でなんか その時中川社長ってねユーストリームアジアの社長インタビューする会で、うん、なんかもうじゃあ一緒に番組やろうもうその時に初回がまずもうノマドもうそっからノマドのユーストリームユーストリームなんですよ場所がなくていろんなところから確かに固定スタジオがずっとない、ね、ライブ配信だったのその時ずっとユーストリームもうずっとユーストリームでずっとユーストリームその時は中川社長のインタビューだったんだけどもうじゃあノマド本当初代でやろうと思ってたけどなんかやろうみたいになって5月3日に始めたのが、ユーストリームでそう河合さんのがゲストに出てもらってヒマナイの川下に出てもらって野田さんがその時手配してくれたスタジオから始めたんですね。いや配信黎明期だなすごいな勢い勢いめっちゃ勢い勢いそっからやってるだってもうすごいやめどきわかんないそれ前も言ってたね前も言ってたあの時は本当 もう猫も食事も配信だったからまあまあすごいすごい時代にそうだった僕は全然その時はほらそのメディアにも全くいないブログはブログやったの2011年からうん、あかだから、うん、11年の確か僕は8月31日、うん、ずいぶん夏の終わりに始めたなんで9月1日始めないんだっていう話なんかさ夏休みの宿題ギリギリでやってる人みたいなあの、ね、その時でもほらスティーブがもう死にそうだったんだああそうだそうだそうだ、ね、10月だもんね亡くなったのがねそうで今やらなきゃみたいなそうやその前からやろうと思ってたんだけど、うん急にほら取締役を辞任するとかいうのでううあやばいなんかこれはやばいかもしれない何スティーブの容態を聞いて始めたのか やろうと思ってたらもっと前からやってたんだけど、うん、なんかもうそろそろ始めないとそれこそスティーブの時代にブログ始められないと思ったそれまで何者だった何者でもなかったの何もないとこだったもともとほら携帯の音楽使ったりとかあ着メロを任せたから、フリーランスだ着メロを任せたじゃあもうこれはすごいなるほどその時はこれはすごかったそうだよ着メロ作ってるとこでしょそうなくなっちゃったもんねその時はすごかったいや俺も人生で一番多分稼いだだろうと思ったそれはやっぱりその時湯水のように使ってしまったんでしょ使ったねお金があると使っちゃうんだね、うん、なんとなくいいとこの雰囲気はそこですよねそうなんとなく使ってたら気がついたらもうない、うん、本当にそれもな俺の1000万もそうだから そういうことならどうするだからその時思ったのはあその程度ではお金持ちにはなれないんだと思ったんですよねもっとすごい額稼がないと、まあ、なんか運用したりとかすればよかったんだろう ねそういう頭があればアップル株買えばよかった、ね、そうだよあでも2011年はもうまあまあだったんじゃない、まあ、でも買えてれば相当だけど iPhone3GS ぐらいだねそう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  3GS ぐらいの時だと思うけどそう、まあ、それはでもその時にはもう配信でバンバンやってるねいやそうこれ何インターネット老人会ですか大丈夫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 なってじゃあその2人がどうやって出会って2人はまずね、まあ、ほら俺綾野さんのあの字も知らなかったから、うんあの字も知らない。あの字も知らない。あの字も、あの字も。まあ、ほら、今ね、バリタッチを見てくれてる人は、うん、まあ、僕らの番組には、もう一個二人で。いつもほら、セットで出てくれてるから。付き合い浅いっすよ。浅いっす。え、何年ぐらいさ、何年ぐらい本当に。2016年でした、みたいな。2016年。だから5、7年ぐらい。あ、もう7年も経つんですか。やだな。まあまあ、浅くない、浅くない。浅くない。きっかけは、あっくん、矢崎さん。あのユーストツデーに当時あっくんが出てくれて、うん、まあちょっと某メディア干され気味だったあの、ね、ちょっとふてくされてた頃のあっくん今はエンガジェットがね終わったエンガジェット最後の編集長の矢崎飛鳥さんがにほぼレギュラーで出てくれてアスキーにいた頃ねその時に博士を呼んできてくれた香港から日本に来てる変な人連れてくねその前にでもカニ道楽行ったあそう紹介する出る前に出る前にただ接待されてる人だけどあっくんがそうなんかカニ食べに行かないカニ食べに行こうって俺は矢崎さんにカニ食おうって言われて
行ったんですよ。中山くんも来るから、うん、いやでも綾野さんのあの字も聞いてないからなんか行ったら紹介する人ってそういうとこありますよね。一緒に行く人言わない時ある、ね、で行ったら、ただ ある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 、まあいつも癖であり綾野さん最後から来るんですよ。VIP なんか矢田さんヒーローは遅れてやってくるみたいな、なんかね訳わかんないこと言うんですよ、うん、なんかユーストリームやってる女の子が来るみたいな、うん、何言ってるか意味がわかんなくて、確かにちょっと何言ってるかわかんない、何言ってるかわかんない、俺もユーストやってたけど配信みたいな、うん、したらディーステイステイ、いやそんなのなかったです、こんにちは あどうもどうも、ちゃんとしてるか、案外ちゃんとしてるか、まあでもその時は別にね、あなんか特に何もし、4人でご飯食べてる、いや別に何もしか別に特に仕事があるわけでも、でもそれはほらあっくんっていうねハブがいるから、そこを媒介して喋る感じになる、その後出る前に全然繋がりなかったんですけど、たまたま2015年だったかな、あやおさんが新生に来る年の夏か、いやその前に、うん、カニ食べた後に、うん、私博士に渋谷に呼び出されたんですよ、モディに、モディ渡したいものがある、うん、なんでだなんだなんだなんだ、私の時はずっと iPhone 使ってたんで、 iPhone の面白いケースを探してたんですよ、でなんか VR になるケースをあるからあげるって言われて、すごい他人行儀な感じでどう思う、あの、ね、でその時普通に渡されたんだっけ、別にあの参考でもうすっかり忘れてたんですよ、はっきり言ってだって別に設定そんな言わない設定ないか からなんかあればほら、だって iPhone じゃん、うん、敵じゃん、そうそうそう iPhone だったから、そう、ね、だって iPhone の行列に並んでた、並んでたんですよ、また iPhone 好きかよだってそう博士が尖ってたでもさ、でもさ深圳行ったらさ iPhone の変なケースたまにあるときに、うん、ヒュッと来てたわけですよ、なんか綾野さんが変なもの好きだって矢崎さんがしょっちゅう言うわけ、あそうそう、あっくんね、これ水筒になる iPhone ケースとか、あれ俺買ったんだ、そうそうピンクのやつあっくん持って帰ってきてくれて、いつも新鮮に行ったら博士からもらったものとかくれるんですよ、大きいケースが好きだった、シリコンケースとか、で、ある時、iPhone ケースの裏側をビローンってやると、うん、ゴムがビロビロって伸びてで VR ケースになるっていうこういうゴーグルになるみたいな、でその VR コンテンツを見ると 3D かな、うんうんうん、3D コンテンツが見れるみたいな、あこれはいいなと思って、うんうん、その時綾野さん思い浮かんだんですか、そうそう、てかこれバカみたいじゃんでこれを分かってくれる人いないかなと思ったら、あせっかくだ、そういえばいたな、いたな、で渋谷のモディの3階のエスカレーター横のあのカフェ、カフェのなんかカウンター、ただのカウンター、そうそうそう待ち合わせカウンターみたいなところの話です。はい、はい、はい、渡して、じゃじゃお茶を飲め。カフェでもなかったですね。ただ待ち合わせ、待ち合わせスペース。そう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 。ネットがあったからね。あなるほど、その後 iPhone ケース店じゃない？そのまま。あ、そうかも。ケース店が先。でそのまま次に、うん、ケース店で面白かったのがあのクイズやったんでしょ。あ、そう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 。まず iPhone ケース店が、うん、何年の？赤レンガで。赤レンガ。2016年のケース店じゃん。でその時に俺はやっぱりどっちかというとゆずきさんの方が知ってた。なんとかお会いしたいなと思ったんですよ。なんとなく別に深い意味なくてね。でも横浜だったし。みんなやってるし。まあまあまあその時はゆずきさん VV 言わしてる頃。ちょちょちょ。で、あやほさんに別に会うとか何も考えなくて、で、たまたま俺家その時金沢区だから横浜市の。横浜市の。浸水体験行ったついでに、フラッとネギス線乗って行っちゃったんですよ、赤瀬さん。まあ、まあ、まあ別にね、誰でも入れる。もう私は N ちゃんに結構こう司会っていうか、うん、イベントのをお願いしてて。その時ってダンボさん出てた時？ダンボさんも出てると思うよ。俺もいるわ、その時。俺もいる、いる、同じ場所にいる。とにかく、で、とりあえず行ったわけ、赤瀬が。場所どこかなって言うと、初は綾野さんがいて、あ、こんにちはって思った、その頃は。お言うんだ、綾野さんみたいな。多分1階で喋ってくれてたの、入り口のちょっと横のところにミニステージを作って、うん、そこでインタビューとかしてもらってたの。あ、そうだ、そうだ、写真あるよ、ね、黄色いワンピース着てたのだね、そう、黄色いワンピース着てた、ちょっと長めに話したのね、うん、あで、それでね、クイズが縁画寺の、そう、縁画寺のあれは、あれはね、
そう、高木さんかな、高木さんじゃないかな、あの時はまだ、まだエンガジェットの、そう、クイズやってて、そうそうそう、で、なんかステージがあってね、その2階の奥にステージがあって、いろんな編集長を呼んで、あの喋るっていうトークを組んでて、で、お客さんで見てて、で、なんかクイズでなんかプレゼント当たるみたいなやつで、うんうん、で、エンガジェ日本版はいつ立ち上がったでしょうかみたいな。ああ、そうだ、誰も答えられなくて、私その場でググって検索したら出てきたんで、博士が、いえ、いえって言って。隣に行ったんだよね、たまたま。その時に、あやもさんが隣に来て、ぐいぐい来るみたいな、わけじゃなくて。これ、ググったら出てくるんですけど、いや、行った方がいい。香港だ、香港だったら言うみたいな。香港人は言う。香港人は言うみたいな。景品がすごい良かったの。カシオの。そうそう。360度カメラみたいな。180度カメラか。その時も、そうそう、まあ、あやさんみんな撮ってて、俺も他人料金こうやって写真撮ったりしてたんだけど、うん、別に本当に他人。そう、その時は。もう、俺とリン、今の俺とリンクマンくらいの距離だ。え、そんな距離あるの？まあまあ、今ある。まだまだ本当にそれぐらい。本当に、だって、ね。言った方がいいよって言われたの。もう誰も答えないから。うん、これ香港だったら。そうそうそう、ググってでもけ言うっていうから、じゃあ入って、おーってなって、当たって、そんな感じで終わると思いきや、突如ですね、2ヶ月ぐらいしたら深圳行きますってメッセージが、おー、そうそうそう、あれ、ゆずきさんと何かの展示会、あれね、幕張のインタービーじゃないかな、インタービーに私が取材に行って、うん、綾乃ちゃんにそこで会って、で、次、この次どこ行くのみたいな話になって、はいはいはい、私車で来てたからいいとこまで降ろしてあげるよって、うん、ここ遠いしって言って、で、それで私がその時にシゲゾーンのシゲタさんとご飯をしようっていう話になってて、で、もともと綾乃ちゃん の, なんかその最初に紹介してくれたのシゲタさんだったから、うん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 、でいいじゃんって言って、乗ってくって言って一緒に渋谷に行ったの。そうそうそう、で、そしたら、しげたさんが、うん、メーカーズフェアっていうのを深センでやるから、うん、行きなよってあやのちゃんに言ったの、うん、なんか、え、香港エクスプレス2万円だよって、そう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 、じゃあ行くみたいな、じゃあ行こうけって軽いんだな、軽いんだ私はそうなんだ、行くんだみたいな感じで、なんかすごい安いよ、今そうそうそう、そこで撮るぐらいの勢いで、それで旅立って行ったの。そう、メーカーズフェア行くってなって、で、あ、そういえば博士いいんじゃんみたいな、で、急に来てメッセージが、え何今回警戒モードですか、その警戒モード、警戒モード、何しに来るんだ、なんか、なるべくあんまかからない方がいいなって感じだったの。ペースに乱されたちょっと俺のペースが乱してくる、たまにグイ感が、あーペースメーカーだから、ね、グイ感と、あとそのほら社交性はすごいじゃないですか、社交、そう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 、あれグイってきたのにもう行っちゃうのみたいな、ね、そういう子犬いるよねみたいな感じあれさっきまでこういうのにペース合わねーみたいな、じゃあねーって感じ、この人合わねーなと思ってすげえ面白いなこの話で、うん、とりあえずメッセージ来て、うん、やべえあの人来るかそんな嫌だったのだって何わかんないもん、だって何もんかさ、まあ、結局はね、そんなに話してない、うん、今のだから iPhone のケースが好きで、深センのメーカーズフェア行きたい、だから深センのメーカーズフェアに送り届けてしまえば、うん、もういいのかな、もう俺はもう深セン VV だし、うん、VV の方々がやってくれるでしょ、うん、僕は香港に戻ってちまちまスマホ見てますよと思ったんですよ。と思ったら、で、まあまあそれであやさん来て、うん、多分あれだよね、最初の日はフリーかなんかだから、いや特に何も予定なくて、そうそうそう、メーカーズフェアも別にアテンドがいるとかなんとかじゃなくて、そうそうそう、自分で行って行けばいいんじゃないみたいな突撃系だからね、でとりあえずあやさん来たから、まあ、警察さん行ったわけですよ、うんうんうん、で、警察さん行ったんですけど、一応ね、11時ぐらいだったんだけど、普段11時からたくさん空いてるんだけど、うん、あんまり空いてなかったんですね、うん、ケースもや。で、綾野さんはすごい喜んでるんですよ。変なケースがある。あ、もうビルそのものが iPhone ケースばっかりっていうところで。こっちは、いや、こんなもんじゃない。こんなもんじゃない。ちょっと待って、マジで違うんだ。シャッター、結構シャッターします。そう。こんなもんじゃないのにみたいな。こんなもんじゃねえよ、みたいな。この10倍はあるんだよ、みたいな。そうそう、なんかちっちゃいダイソーに、アフリカ人を連れてきて、うん、ワオって違うんだよ、もっと緊張に連れてきたそれぐらいの喜んでんだけど、うん、違う、人喜びもほらそこまでいかないじゃん、まあね、とりあえず、まあ、まあでも深圳に行って、うん、で
これはもしやと思って、で僕はやっぱり中国のスマホずっと追いかけて、うん、伝説のね、うん、メイツ、自撮りのスマートフォン、メイツ、うん、でやっぱり自撮りのスマートフォンを女の子、日本の女の子に見せたことなかったから、うん、自分では買ったことなかったし、でまあ綾野さんまあね、自撮りしてたし、なんかあ動画撮ってた、ずっと動画撮ってた、iPhone でずっと動画撮ってた、来てますとか、あ自撮り好きなんだなと思って、でメイツを見せに行ったんですけど、モックアップしかなかったんですね、うん、でその時にへーって言われたけど違うんだモックアップ全然つかないし、モックアップだからね、その可愛いなモックだからね、六角形で、六角形で可愛いな、縮小と思って、まあだんだんなんか盛り上がってるねこんなじゃない本当の人生で、そこでおそらくマンゴーを食べて一服して、あマンゴーかき氷食べた、で実はその時にそのお店のすぐ横がメイツショップだったのに専門店気がついてなかったちょっとそこまでメイツしなかったから、でまあとある家電チェーン店のね、そこ絶対メイツあるとこ行って、うん、綾野さんにメイツを見せたら、ちょっと今写真ないんですけど、その時の綾野さんがこうやって、うん、もうえぇ、っていう、ああ自撮りの漏れ具合に、うん、もう全然違う、ああもうアプリなしでこんな漏れるスマホなんてあるの、そこで多分だいぶちょっと俺の VV 感がやっと見せたかった、私も買うって言ったんですよ、したらもう、いやちょっと待ってと、問題は iPhone ユーザーだし、うんうんうん、Google Play ないじゃないですか、うんうん、中華版だと、うん、大陸版はで香港で売ってるはずだから、香港に戻って買いましょうって話です、うん、でただ問題はメーカーズフェアに行くっていう、うんうんうん、もともとのね、新生に来たきっかけはそう、うん、だからどうしようかなと思いながら、まあメイツは俺が買ってアイヌさんに渡して、アイヌさんはメーカーズフェア行けばいいんじゃないかっていうぐらいだった、うん、ところがその時台風が来 て、そう台風が来たの、しかもでかい、めっちゃすごいでかい台風が来たの、そうなんだ、香港は風速によって、シグナル警報が決まってて、シグナル10がマックスで8出ると全部止まるんですよね、そうそうそう、これはもう従業員も変えなきゃいけない、そこで無理して会社行って事故っても保険降りなきゃいけないで、翌日がシグナル8だったんです、だからもうダメなんだ、まずあのさんはメーカーズフェア行けないと、でたまたまあのさんはね友達がいたから、友達に泊まってたんですよ、そうそうそう、でまあ別にこっちはねいいんだけど、その深圳で香港で目使いなよって言った日に帰ってきて電気屋さん行ったらもうないって言うんですよ、香港のお店もない、で綾野さんはしょうがないねって言うんだけど、こっちはさもう博士の熱意がすごいね、俺に買えないスマホはない名言だ名言、俺に買えないスマホはない、じゃあ買いに行きます、いや買いに行くか、それでただ綾野さんはまあ別に買えなくてもいいですって感じで、その日別れて、次の日綾野さんは友達とカラオケ行ったり、香港面白いのはシグナル警報が出ます、うん、例えばこういうアパートみんな閉鎖、うん、ところが下のスーパーは営業するんですよ、営業禁止じゃないんです、ただ事故ったりしたら、ただ責任持てないで、でも従業員ってここ住んでたりするでしょ、あじゃあそちらもそこには買い物で割増になるから、あってことはカラオケとかもやるんですよ、あめちゃくちゃ儲かるから、で香港人も分かってるから、あもう明日仕事に始めたからカラオケ行こうみたいな、もう休みだ休みだって感じなんだ、そうなんだ、あやさん一日ねヤムチャ行ったりカラオケ行ってたりしてて友達も探してくれてたんですよ、なんかメイツだとか、なんか友達がさちょっとガジェット好きだからさワンプラスがいいとかまた変なこと言うから、俺は何でだって、メッセージで博士これがいいって言われたんですよ、絶対ダメだメイツだって言ってんだろワンプラスなんか自動じゃねえよちょっとここ盛り上がらせてください。でとにかくもうどうしようどうしよう悩んだんですよ、ふと思いついたんですね、キムチ屋っていう携帯屋さんがあって、スマホ屋がキムチって名前のように日本と韓国の輸入品をよく売ってたわけ、例えばアクオクスの SH とかシムロック外して、うんうん、確かキムチ屋にメイツあったなまあ俺に買えない携帯はないだからね、でその翌日綾野さんはまあ広い友達と遊んで、まあ別にいいんですよ、もうこれで特に会わずにじゃあねと思ったんですけど、うん、夜メッセージして、いや実はメイツ売ってるっぽいから、香港のいわゆる価格コン見たら一応メイツがあるって言うんで、僕行ってきますって夜6時にメッセージして、で6時はもうシグナルが警報が解除されて、さすがに6時から会社行く人はいないけど、うん、まあお店がオープンしたりショッピングで、綾野さんも行きますって言うんで一緒に行ったんです、気持ちは。でそこで、ヤモメイツって関東語で、メイツありますかって言ったら、もうって言われて、なりませんって言われて、
さあ、矢野さんが承継して、博士、ここに名通があるって。おい、俺の発音が悪かったな。変えてないじゃん。俺に変えてない。あやまさんがあの時気がつかなかった。俺もうほらもう行こうって感じだから。あやまさんたまたま見てただけかもしれない。そう見てて、なんかハローキティ版となんか通常版みたいなのがあって、あれちょっとでこれだっつって店で出してもらって充電してもらって、最初のね滅の起動がね2分ぐらいかかるのがドキドキで、これで電源入んなかったら変えないなって。入った。渡したニコニコだでその後一緒にそのシャムシュープって町のショッピングモールの上のフードコート行って、でそこでちょっと画面ちっちゃいんですけど、あやんさんが開けてる箱を全画面で全画面で出しますよ。めっちゃ可愛いな。これはあ、なだったよね。初メーツでもう真剣です。真剣初アンドロイド、自分で買った初めてのアンドロイド。これすごいね。これもそこのフードコート。なんかあのちゃんすごい幼く見えるね。うんうん、あ前髪、これキムチ屋ですね。キムチ屋。でこの時あのさんに言われたのは、アンドロイドよくわかんないですから別にカメラだけ使えばいいんだよっつって。で今に至るって。そういうこと。メイツーで、メイツーで言うともう今に至るんです。でまあその後ちょっとまあこれはしょるけど。ね、あやのさんの知り合いがメイツに勤める人だったり日本で、そうそうそう、なんかメイツって聞いたことあるなと思ったら、メイツジャパンの立ち上げでなんかやるからレジュメ送ってって言われたことがあったんですよ。でその時メイツって知らなくて、ビューティープラスのアプリを作ってる会社だって言われて知ってて、でなんかメイツメイツあれそういえば友達メイツジャパンの人だとか散々メイツの名前で、そう、その頃1ヶ月1回ぐらい帰ってたからもうすぐ2週間後に会って、でなんかハロウィンパーティーがありますとか、そうそうメイツハロウィン、急にもうメイツを中心にいろんなものがガーッと来て、だからこの11月の深圳行ってからがそのいわゆるこういうねこうがふわーって感じで、なんかそういう風に決まってたんだとかね、ツイートしたらメイツすごすぎるって日本語でツイートしたら、そのメイツのイメージセンサーの開発をしている日本の会社だったんですよ。富士通なんだっけ、富士通ソシオネクストって会社の、富士通と NEC かなんかの合弁の、その会社の開発者の女性の方、花岡さんからツイッターで連絡来て、なんかその日本でね、メイツがね、のことツイートしてる人を見つけて、なんかそれで DM ですっごい盛り上がって、だ急激にそういうわずか1ヶ月ぐらいに人が集まって、それでまたカメラもらったカシオの、うんうんうん、新田さんもあの iPhone 決戦であった赤瀬とクイズでその時当たって仲良くなった新田さん、そう、その商品を提供してくれたカシオの新田さん、実はその新田さんもその TR ってもともとメイツのベースになったって言われるね、なんか、もう神と言われる自撮りのデジカメがある、それはカシオの TR っていう形がそもそもこの六角形で、それのあそれのことをもすごい詳しくて、とかもう担当されてたのかな、でもそれって中華圏でしか売ってないんでしょ、そのデジカメって、だから新田さんも巻き込みのなんか自撮りの、新田さんも歌唱でずっとデジカメを担当してた人、なるほどね、まあそんな感じで急激に接近したけど、まあそれでも特に一緒に仕事するような感じじゃなかったんですけど、その後 CS 行って、あそっから CS なのか、なんかね一緒に仕事とかより一緒にキャッキャウフフしてた、ずっとただのメイツーファン、メイツーファン、この人たちいつもキャッキャウフしてたっていう、僕はねやっぱり中国でずっとねコンパニオンさんたちが、うん、iPhone 使ってんのに自撮りは TR かメイツなわけですよ、あ iPhone で撮らない、撮らない、みんな TR 撮って iPhone に送ってって、うん、ずっと見てきて、で自撮り分かってなかったからセルフィーをすごい誤解してたんですよ本当に、でもう矢野さんのいろんな話でもう会ってなかった、未だに誤解してるっていうセルフィーをねっていうぐらい感銘を受けたんで、うん、わっきゃキャッキャしてたんですけど、まあ、CS 行って、でも CS でも別にそんなに特に忙しいし、うん、で実は CS 終わった後に相談受けました、言っていいかな、なんだっけそれサンフランシスコの話ですか、いや違う、あの MWC の、あ MWC、 あでもちょっと待って、ね、サンフランシスコに行った時に、うん、あの電話かかってきたんですよ、メイツーのアリサからね、あそうそうそう、すごい電撃的な、たまたま2人で CS 終わった後に僕はレポート書くんでサンフランシスコ行ってて、うん、で、あやのさんはゆうさんたちと、そうそう一緒に行ってた、
体調壊しちゃって倒れた、ね、サンフランシスコの空港で倒れた、もう大変な、だから CS でさちょっと生もはしゃぎすぎたし、まあまあ疲れたね、本当本当顔真っ青で倒れた。でもなんか紫の口紅つけててなんか体調が悪いのか口紅つけたのか分かんないとかね。でその時に皆さん多分あれサンノゼどっか行ったか、アルパカ違うなんだっけ、パルアルトスティーブ・エイトスシアさんとかで、たまたまチャットして死にそうっていうから、なんかもう中華料理食べたいっつって、あの赤字にチャイナタウン連れてってもチャイナタウンのでおかゆとか山ちゃんそれはもう任せろですから、そっから任せろ。でその時に名通の話とかして、あの古い銀行を AT&T のお店にしたところがあって、でそこちょっと2人でブラブラしてて、で2階で明治の発表会とか行きたいよねって言ったら電話がかかってきて、その場で明治の発表会行きますよ北京で、なんか何日空いてるみたいな、その明治ジャパンの友達から連絡かかってきてないの、北京で発表会あるけど行くみたいな、行きます超食い気味の、いいそこぐらいからよりなんかそのちょっとまあコンビでやることが、でその後に日本帰った時に僕は MWC に行く、うん、であのさんも CS でお金もないし終わりだと、で相談あの時はいや、あれですクラウドファンディングで支援していただいたね、クラファンで CS とかが、はい、あ俺それも知ってるかも、だから特にね、うん、取材しなくてもいいんだけど、うん、MWC 行くのお金かかるじゃないですか、で相談受けたんですよね、うん、どうしたいで、いや行きたいなら行くべきじゃないのって話して、でギリギリで決めたんですよね。なんかね、ファーウェイの発表会で2眼の広告、なんかティザーがカメラが2つみたいな、あの P9 か P10 ですね、うん、P10 でなんか2眼って、あこれフロントかもしれないと思って、うん、フロントだったら行かないとセルフィーって言わないセルフィーの P9 かとかセルフィーって言わないセルフィー、いやもうメイツがすでに2眼だったね、うん、フロントが、うん、あもうこれはフロント2眼じゃないか、うん、ファーウェイもと思って行ったら全然、まあまず会場に入れなかった。あ、そうだっけ？あれでしょ、もう入り口で。あれの時か。ちょっといろいろややこしい話があったけど。もうなんかもう、その時ファーウェイイケイケすぎて、もう入場制限で。人が多すぎて。裏話するとね、午前中 LG の発表会やって、行かなきゃいいの行っちゃったんですよ。うん、で、午後のファーウェイ行ったらもう自動列の後ろで、目の前で入れなかったんですけど。まあその時ならまあ無理して行ったんだけど、結局その時に、まあいろいろスマホ見たりして、まあ結構楽しいってことが気がついて、でその時にだからちょこちょこせっかく来たんだから旅費も回収しなきゃっていうんで、じゃあ書くみたいな、あのさんの書くの当時は書くの嫌いってあんま分かんないから書いてもない、私書かない、いや当時はでもいやそれ分かんないからとりあえず取材しないよ、うん、写真撮りまくって、その時はまあ各メーカーのあのフロントカメラで写真撮る、全部セルフィーしてみたいな、あと普通にあのちゃん普通のカメラをちゃんと撮れる人っていうか、写真は撮れる人だからね、そうで写真撮れる人だし、うん、動画も撮ってて、なんかそのほら博士は今までずっとこう書くをやってきてて、そこに動画の要素としての書いたり写真とか動画とかの要素がそこに入ったみたいな感じのコンビだなっていう印象です。まあとにかく本当に今バーッと喋って聞いてる人つまんなかったです。いや面白いでしょ。2016年の新生にあやのさんが来て、それからの、まあ、そこが多分一番大きいポイントだった。ゆずきさんのおかげです。あ、どうもありがとうございます。なんかすいません、ゆずきさんがあの時車で私のことを送ってくれなかったら、でもそういう風にできてないか、スペアに行ってない、それで MWC にも来たっていう、そこまでのセットかな。新鮮な日だったらもうちょっとマニアで終わったかもしれないですけども、でもあやのさんのその行動力がすごいよね。そう、まあ、結局そう単純にだってそれこそ MWC も1週間前に決めるとか、もうやっぱりその思いついていけるのがすごいよね。でその後ね、うん、あの初めてメイツの発表会行けのペティ行って、ペティは2人で泣いたな。あの時はあれはね、2人で泣いた、あれはしびれたね、しびれましたね、もうもう俺もなんか、だから俺は綾野さんに感謝、常にこんな、もうこんな、まあ、最初のね、いいでしょうって言ってる面倒くさがり屋になっちゃうと思う、綾野さんイグイグイだから。あまあでもね、綾野さんのやっぱこの引っ張る力みたいな、本当にそれでいろいろなね、メーカーの本当中国メーカー連れてった俺もしてるっていうし、で行ったら行ったで、まあこういう写真撮りましょうとか記事書きますよって話になるから、まあうまいこと役割分担がちゃんとできて、だからちゃんとギブアンドテイク
営業力があるのね。綾野さんすごいもんね。ここのスタジオ来る日もさ、いつ行けばいい？もう来ることね。来ることになってるし、明日だし、いや待て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 って来てもいいんだけど。え、いつ行けばいいですか？明日？その圧はすごいよねと思って。で、あと良かったのはほら、やっぱり LCC がこういう時だったから。飛びやすく飛びやすく飛びまくってましたね。だってなんか新鮮な発表会があったと、なんか北京でもやるらしい。行っちゃうみたいな。なんか片道5、6000円とかで行けたり。ね、ほら僕はやっぱり香港いるから、じゃあ香港泊まって中国入ってとかできるじゃないですか。僕も日本にいたらなかなかね、めんどくさい。とりあえず俺香港にいるから来れば一緒に申請行くわみたいな感じで。だからそういう中国メーカーがこうなってる時とか LCC も確かにすごいタイミングは良かった。いろんなタイミングが良かった。面白いね。なんかこのお二人は面白い、ね、もう中国メーカーのはやっぱりスピード感が半端ないから、もう PR の人のとりあえず WeChat 交換してってするともうあの要求を早くすぐ通る。 OPPO は今はもう日本にあるから呼ばれないですけど、もう本当にすぐ WeChat のグループになって、でフォームに入力してとか、そう、なんかメディアのもうグルチャ勝手に作られちゃうんですよ。 LINE のグルチャみたいなアメリカ人に全員顔バレだ。アメリカ人にも WeChat 入れてくれ入れろって言って、でみんなそこにプレスリリースで WeChat って写真はこれ使えみたいな。まあ、まあ、でも分かりやすいよね。早くていいよね。まあホテル取ってくれたりとかねあるから、で飛行機代もそんな高く、深センからだからさ、あまあまあすぐもうそうそう、だから出してくれたりするわけですよ、それも全部 WeChat のフォームだから、フライトナンバーもうフライトナンバー入れてとか全部そう、なんかパスポート写真送ってとかでも全部浮いちゃってるみたいに、早い。だからそのスピード感めっちゃ早いから、なんかこっちもグイグイ行きやすいみたいな。あ、これあやのさんには合ってるって、めっちゃ合ってる、すごい合ってるって感じ。本当そうかも。ファックスでなんかそのスチール丸とかそんなのないから、ないな、メールすら掲載予定、なるほど、ね、掲載予定が書かされるんですよ、メディアで、ね、行くとね。あ、でも大体みんなそこで一瞬躊躇するじゃん、なんか教えてて後でいいやみたいな、そうそうそう、背景から始まっちゃうから、お世話になっております、お世話になっております。そこでやっぱ綾野さんすごいとこだね、やっぱね。そう、ただだから僕がね、結局もうほら、というかもう自分たちで行くから取材させてって慣れてたから、そうじゃないと、いややっぱりお金出ないとってふうになっちゃうじゃん。でも金じゃねえなっていうね、あのメイツのね、アモイまで行ったしね、アモイまで行ったし、ジオニーの発表会とかも行ったし、謎のなんかもうね、謎のメイツはだから最後だけ招待だったんだっけ。最後とあとメディアツアーも呼んでもらいましたね。一回ね。2回くらい。でも本当に。もう水はまた行きたい。水だけどアモに行くこともないしみたいな、ね。しかも台湾から飛んだりとか。なんかすごいね。もう誰も経験できないところに飛んでいくっていうのはめちゃくちゃ面白い。日本でさらに言えば、生徒、うんうんうん、生徒じゃない、生徒じゃない、広州、クイの方ね、うん、クイ、はい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 、アリババのクイ州、クイ州でセーラームーン版のメイクをやりますって時に、我々初日行ったんですけど、前の晩に大行列で転売 で、それはもう転売でダメなの、5年ぐらい前に中国でもシャオミが出た頃から問題になってたのに、何やってんのって感じで、で翌日行ったらもう公安がダーッと出たんで、写真は撮ったけど、さすがに記事に出せないなと思って。いや、これはもういもうそろそろいいんじゃない。ちょっともうせっかくだからもったいないからなんか出したい気がするね。うん、でもデパートがもうセーラームーンのもうパネルいっぱいデコレーションすごいされてて。元泰って言って銀行の銀に、泰はこういうなんだろう。まあ、ビルわからない、わからない。1、2、3、人書いて下にちょん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 。わからない。全然伝わらない。それが何ですか？元泰の、元泰って、そこって結構実は今アリババのやっぱりなんかそういう新しいペイメントとか先進的なことやってるデパートなんですよ。アモイでも。アモイじゃねえ、そのクイシューでも。クイシューで。で、そこ行ってね。来なかったん、セーラームーンの。すごかったんでしょ、もう。あのなんか写真スペースみたいなのがあって、展示があって、全部なり、なんかだから化粧品売り場みたいなのが全部セーラームーンみたいな、全部もう公安が、公安が。でも綾野さんはそのメイツをあれ10、8800円、10万円ぐらい、10万円以上で2台買ったんだよね。うわ、
で予約できるよって言ってもらってあの、うん、メイツーの人にね予約したんだけどそれは本当に届くか分かんないよって今、うん、ここにあるものをもう買っといた方がいいんじゃないみたいなってお店がねお店で言ってたんですね。まあ結局でもあれだったっけ、うん、まあというかそんなこともなんかそうやって、ね、まあ僕自身は中国メーカーいろいろ見たけどメイツーっていうメーカーにちょっと人注目してた部分を分かってくれる人だったし、うん、グイグイってくれたし、だから非常にまあ本当にいい具合に、うーん、へえ、これなんか不思議な関係だけどなんか映画にできる映画、ね、そうか、そう、喋り疲れたぞ。いやいやいや、これ水飲んでいいの？どうぞどうぞどうぞ飲んでください。まあまあでも。そうか、面白いよ、面白いね、なんか不思議な縁なんですね。そう、本当にあの時はなんか時代、まあ、自撮りすごいなんか注目されてたから、そうなんですよね。だからまあ本当に今はほらまあメイツーこれ自撮りの端末出てないけど各社それなりにいいし、うん、どっちかというとポートレートね、うん、ぼかせて西洋人そっちが好きだから、うん、そうね、そうね、加工するよりボケさせて美しく、うん、それも綺麗じゃないですか、うん、写真としてね。だからそれまであのボケさせるって概念がなかったから、うん、難しかったからね、やっぱり。だからそこからするといい時期に、まあ、お互いこうやっていろいろできてよかったし、まあ、今だからメイツはなくなってしまったんですけど、まあそれでもなんかとりあえずちょこ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 っていうかしょっちゅう仕事はたまたまうまいことやってますね。今後はどうですか、今後の。これはちなみにユニットなの？ユニットではない。そうそう、ユニット、メイツ、元ファン、元メイツファンの集い。うん、ファンミーティング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 。いや、だって毎回仕事、これで私まだ仕事してますからね。あの記事は全部、記事の写真はメイツで撮ってる。メイツで撮ってる。ケーキだから ZV-1 で撮ってたりしたんだけど、うん、ある日メイツで撮ったらメイツでいいんじゃないって。いや、端末はだから、あやのさんは実際物を見て、触って、うんうん、いいなでもいいんですよ別に、うん、でそれでまあそうやって自撮りこうやって持った写真とかと僕がまあ端末の写真撮ったのを組み合わせて、うん、そういうのをだからどっちかというとマイナビニュースが多いけど一般の人にね、うん、まあ、モデルとしてもね、うん、そうそうそう、華やかで、でモデルとしてもいいのは基本的に、まあ、背高いっていうのもあるんだけど、うん、分かって触ってるからさ、よくあるじゃない、まあ、分かんない人は触ってるわけじゃないからね、渡されてるかもね、ハンダごとをなんかハンダごと上の方があったし、あるあるあるフリー素材でよく間違ってるないからちゃんと分かってる、ちゃんとそういう意味で絵になるし、でその自撮りの写真撮ってたって普通の女の子そこまでニコッとできるかってあるじゃないですか、確かにね、だからそういう点ではだからそういうのを分かりやすく普通ジャーナリストでもありモデルでもあり、そう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 、メイツ友の会、メイツ友の会、メイツ友の会。まあでも今はやっぱり私その取材してる時全部 Vlog みたいな感じでスマホでも撮ってたし ZV-1 でも撮ってたから、今スマホは ビデオすごいあの良くなってきてるし、なんかその点ではまあまだ興味はあるかな。自撮りの、そう、自撮りがなんかもう全然みんな良くなっちゃって誰も話題にしなくなっちゃったけど、まあ撮りたいからそうそうそう、なんかまあ結局アプリでいいみたいな、アプリケーションにね、プラットフォームになんかこう力が出ちゃったか、 TikTok とかインスタとかね、まあ、あのさんの興味が続く限りはこうやってここなんかいろいろ一緒に仕事をしながら、僕は多分おそらく今の感じでは多分死ぬまでスマホ好きなままかなっていう、死ぬまでスマホ好きなの、うん、なんとなくね、全然もうスマホつまんなくなったっていう話とか聞くたびに、うん、お前がつまんなくなったんだよって思う、うん、よし今日はもうこれで締めよう、この名言で締めよう、これで締めようもう十分だよこれで、やっぱ博士がそういうことなんですよ、じゃあ、うん、あの今回はもう締めますよ、はい、でも 5G そんな喋っていいんですか、 5G のあのほらまた今度例えば 5G の時とか新しい端末出た時に、はいはいはい、それは特集として出てもらいたい、いやもうぜひ、もうだって私ストリーマーですからやっぱり、そうそうそう、もうどんどん出てください、なんか我々にバリを感じてくださってますけど、そんなないと思うんで、次行ってない、明日気がついたら水曜日に勝手に来てるかもしれない。あの本当に今日は、はい、あげろ場所分かったからやめてくださいというわけで今日はどうも本当にお二人ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。
番組へのメッセージはツイッター@ガジェタッチでお待ちしています。